グーリンズブックのコーナーです。ワンショットワンキル、松並和夫さんが書かれています。警察庁特刊、巨大な資金力と権力をものにしている by 白山。まあ、あらすじなんですが、そうね、さっきのこのちょっとほっこりする特有な話とは打って変わってドロドロとした警察の話でございます。捜査一課の刑事梶原は同僚の白山と歩いている時に衝突音と女性の悲鳴を聞きます。声のする方に行くと女性が壁と車の間に挟まれていました。梶原はすぐに管理人室に行き、防犯カメラの映像を見ると女性に暴行する黒っぽい人影を確認します。さらに遡って防犯カメラを見るとスポーツキャップをかぶり、濃紺のウィンドブレーカーを着、ショートカットの髪が確認されました。ここに来るまでに梶原がすれ違った女と同一人物だったんです。女を追い、タクシーに乗ったところを他の防犯カメラで確認し、車で追跡します。女を見つけ、ウィンドブレーカーの裾をつかみますが、勢いよく弾き飛ばされます。女は、銃身とストックを切り詰めたショットガンを持っていたのです。梶原と女はお互いに銃を向け対峙しますが、梶原は引き金を引くことができませんでした。女はその場を逃げ、近くに止まっていたバスをハイジャックします。大学のグラウンドにバスは止まり、要求はただ一つ。都議会議員の佐久康明を呼んで、これだけでした。捜査本部は都議会に問い合わせると同時に、機動隊随一の射撃の名手、清水を配置させます。清水は実は前に犯人だった先輩を射殺した事件で、PTSD に苦しんでいる最中だったんです。梶原は止めますが、命令だからといつでも狙えるように待機する清水。ハイジャック犯の女、川上幸恵はなぜ柵を呼びつけたのか、果たして柵はやってくるのか、事件の行方は。一度は追い詰めた犯人を逃がしてしまった梶原はね、その後何度も食いるんですよ。あの時撃っとけばってね。で、そのシーンが一回だけやったら、そうやな、あの時撃っといたらよかったよなと読む側も思うんですけど、これがね、3回4回ってなってきたら、わかった、もういいって、わかってるってそれはっていう風にね、感じる私はね、その苦悶を心の中に押しとどめてひたすら犯人を追う刑事が好きなんやなっていうのがこの本でわかりました。で、警察小説にありがちな突っ走ってしまう刑事にその相棒で冷静な判断力を持つ部下とか、で、突っ走る刑事に反発する上司がいて、いや、反発する上司もおるんやけど、その刑事を擁護する上司もおる、みたいな、まあ、本当によくあるパターンが、あります。あるんだけども、ドラマを見るがごとくどっぷりとハマって読んでしまいました。うん、バスジャックもね、結構その後のところとかもね、リアルに書いてあるのもあるんですよね。で、そのまた方法論、そのなぜこの川上幸恵っていう女性はですね、都議会議員の佐久康明を殺そうと思ったのかっていうね、その方法論だとか事件が起こるまでの経過にはね、とっても残念やなーっていう気持ちもあるんですけども、まあ幸恵の動機は理解できます。まあ、ちょっとネタバレになりますけど、幸恵は自分の子供をね、殺されてしまうんですよ。で、その原因が、この都議会議員の柵にある。だから、バスをハイジャックして、その柵を呼べっていう風になるんですよね。うん、母親の立場としては、そうね、相手を殺したいっていうのはすごくよくわかります。で、かたや、この射撃をするね、清水なんですが、この PTSD に苦しんで、実は服薬までしている清水は、本当に射撃しなければならないのかっていうところも、まあ、手に汗握る展開ではありました。まあ、おすすめ度としてはね、星4つでございます。徳間文庫から出てって442ページ。結構分厚いです。まあ、電子書籍もあるのでね、電子書籍で読むのも一つかなと思います。まあ、著者のこの松並和夫さんはですね、1965年の福島県生まれ、福島大学経済学部を卒業後、地元の銀行に勤務されます。
89年にこの銀行を辞められた後、文筆活動に入られます。92年のエノラゲイ狙撃指令で、日本推理サスペンス大賞の佳作となります。他の著書にはですね、非常線、核の棺、導火線、刑事魂は、文庫化するにあたり、警官魂という名前に変わっています。